国となり定足数に達しましたので、ただいまから経済企業委員会を開会いたします。本日の委員会に付します案件は先に配布してあります付託表の通りであります。なお令和2年7月豪雨に関する特別委員会の設置に伴い、令和2年7月豪雨に関連する予算、事件、条例案等につきましては特別委員会に付託となりますので、ご承知おき願います。最初に予算議案の審査に入ります。議案第132号、令和3年度八代市一般会計補正予算第8号中当委員会関係分を議題とし、説明を求めます。それではまず歳出の第5巻農林水産業費および第10巻災害復旧費について農林水産部から説明願います。はい、委員長。福田農林水産部長。はい、おはようございます。おはようございます。農林水産部の福田でございます。議案第132号、令和 3年度、八代市一般会計補正予算第8号中当委員会に付託されました農林水産部関係分で、農林水産業費災害復旧費におきまして豊田農林水産部次長が説明いたしますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。委員長。豊田農林水産部次長、おはようございます。おはようございます。農林水産部豊田でございます。それでは議案第132号、令和3年度八代市一般会計補正予算第8号中農林水産部関係につきまして、着座にて説明させていただきます。失礼いたします。まず予算書の説明に入ります前に、今回の補正予算における人件費の補正予算内容につきまして説明させていただきます。今回の人件費補正予算の主な内容といたしましては、要因といたしましては、人事異動に伴う給料、諸手当の増減による影響分、そして育児休業及び退職による影響分、共済組合負担率の負担金の率改定による影響分によるものでございます。当初予算では、予算編成時点の職員数をもとに人件費を積算しておりますが、その後翌年4月1日の人事異動に伴う職員配置の変更によりまして、給料、諸手当などの増減が発生します。このため毎年度12月に人件費の補正を行っておるところでございます。なお本年度の人事院勧告に基づきます給与改定につきましては、賞与の引き下げ改定が勧告されております。しかしながら国におきましては極めて異例のこととしまして、本年の給与改定を見送っているところでございます。熊本県におきましても同様に本年の給与改定を見送ったところでございまして、本市におきましても県内各自治体の動向を注視しながら検討した結果、本年の給与改定を実施しないということとしております。それでは予算書に基づきまして説明いたします。予算書の14ページをお願いいたします。歳出でございます。看護農林水産業費全体で補正額1667万3000円を計上し、補正後の額を36億6920万5000円とするものでございます。ページが飛びまして25ページをお願いいたします。下段、看護農林水産業費、工一農業費、木一農業委員会費では職人7人分の補正として410万1000円を減額補正しております。次の木二農業総務費では、職員52人分の補正としまして4648万2000円を減額補正しております。理由としましては人事異動による影響分に加え、共済負担率改定、職員1名の育児休業によるものでございます。26ページをご覧ください。目3農業振興費で、補正額6251万2000円を計上し、補正後の額を11億1064万1000円とするものでございます。
説明欄の戦畳表生産体制強化緊急対策事業は、戦畳表生産体制強化支援対策事業補助金を活用しまして、作業の省力化や製品の品質向上等に必要な機械の導入に要する経費の一部を補助するものでございます。内容としましては、鏡いぐさ機械管理組合を実施主体として、いぐさハーベスター1台を導入するもので、事業費440万円のうち220万円を補助するものでございます。なお、特定財源としまして、全額県出金を予定しております。説明欄次の担い手作り総合支援交付金事業豪雨災害につきましては、令和2年7月豪雨災害豪雨に関する特別委員会での審議となりますので割愛いたします。次の経営継承発展支援事業は、国の経営継承発展支援事業補助金を活用し、将来にわたって地域の農地利用を担う経営体を確保するため、後継者が経営を発展するための取り組みに要する経費の一部を補助するものでございます。支援対象者は5名で、事業費629万6000円のうち500万円を補助するものです。なお、特定財源としまして、補助額の2分の1の250万円は全国農業会議所からの初収入を予定しております。次に目4園芸振興費では、補正額731万1000円を計上し、補正後の額を3349万5000円とするものです。これは畑作構造転換事業補助金を活用し、馬鈴薯生産の省力化や効率化に向けた機械化体系導入に要する経費の一部を補助するものです。内容としましては、株式会社田中農産が実施主体として馬鈴薯重量選別機を導入するもので、補助対象経費1462万3000円のうち731万1000円を補助するものです。なお、特定財源としまして全額県出金を予定しております。次に目6、農事研修センター費では、職員3人分の補正として230万5000円を増額補正しております。理由としましては、職員1名分の給食による減額要因はありますものの、人事異動、共済負担率改定による影響で増額での補正となっております。次に目8、農地費では、職員15人分の補正として95万7000円を増額補正しております。また目12、地籍調査費では、職員14人分の補正として781万2000円を減額するものです。いずれも人事異動、共済負担率改定による影響が主なものです。27ページをお願いします。項2、林業費、目1、林業総務費では、職員9人分の補正として554万3000円を減額しております。次の目4、林道新設改良費では、職員2人分の補正として12万4千円を増額しております。いずれも人事異動、共済負担率改定による影響です。最後に項3、水産業費、目1、水産業総務費では、職員5人分の補正として740万2千円を増額しております。こちらも人事異動、共済負担率改定による影響が主なものです。それではページが飛びまして、34ページをお願いいたします。間10、災害復旧費、項1、農林水産業施設災害復旧費、目2、林道施設災害復旧費では、補正額1億9800万円を計上し、補正後の額を7億4574万6000円とするものです。このうち令和2年7月豪雨災害分を除き、本年8月の大雨に伴う災害復旧事業の林道泉五木線等4路線5300万円は、9月先決で予算化しました林道施設の設計委託により積算した災害復旧経費を補正するものです。総事業費5300万円のうち、特定財源としまして県出金4240万円と、市債充当率 90% の災害復旧事業債950万円を予定しております。なお、本事業は国の災害査定が11月に実施され、
令和4年1月ごろの補助金交付決定を待っての工事発注となりますことから、年度内完了が困難となりますため、全額繰越免許費を予定しております。以上で、一般関係補正予算第8号中、農林水産部関係分の説明を終わります。ご審議方、よろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。よろしいですか。はい、野崎議員。はい、すいません。農林水産業品のいぐさ畳表生産体制強化緊急事業ご説明いただきましたけれど、今回1台導入購入ということでした。でこれまでもこのような事業がずっとあったんですけれども、何か違うっていうのがあるんですかね。今回たまたまプラスで1台必要になったけん今回っていう話なんです。どうですか。豊田農林水産部次長。はい、先にですね、一斉にハーベスタ導入をしておりますが、その事業とは別にですね、新たに1台この鏡のユーザー生産組合の方々が導入希望ということで、それを導入する経緯でございます。はい、はい、野崎。すみません、引き続きなんですけども、合計で累計違う何台ぐらい今導入されておってですか、教えてもらって。田島農業振興課長。はい、農業振興課田島です。よろしくお願いいたします。イグサのハーベスターにつきましては、平成29年度から31年度の3カ年にかけまして、八代市で合計101台導入が完了いたしております。それに加えまして今回1台の導入ということでございます。ちなみに熊本県全体で申し上げますと、3年間で123台の導入がされておりますので、今回1台を合計しますと全体で124台の熊本県におきますイグサ移植ハーベスターの導入という形になっております。以上です。野崎議員。はい、ありがとうございました。今回事業主体の方が鏡イグサ機械管理組合さんということになってですけど、これリースのやつだったですかね。豊田農林水産部次長。今回の場合はリース事業ではございません。一括して購入いただいて、残りの分を生産組合の方で負担されるという事業内容でございます。野崎。はい、ということは、必要な方個人のところが購入されるということですよね。そうでございますね。豊田農林水産部次長。はい、受益者組合の方々で、負担されて練習されるということ、内容でございます。はい、野崎。はい、ありがとうございました。もう一点よろしいですか。はい、すみません、畑作構造転換事業というのがあったんですけれども、こちらの方が、補助額が731万1000円ということでしたけれども、この補助率は2分の1で大丈夫ですかね。確認です。豊田農林水産部次長。はい、2分の1を上限としております。わかりました、ありがとうございます。いいですか。はい、他にありませんか。ありません。ないようです。以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。よし、以上で第5巻農林水産部事業、農林水産業費および第10巻災害復旧費についてを終了します。執行部入れ替わりのため紹介いたします。本会に戻します。次に歳出の第6巻商工費、第9巻教育費について経済文化交流部から説明願います。委員長。はい、和久田経済文化交流部長。はい、おはようございます。おはようございます。経済文化交流部の和久田でございます。議案第132号令和3年度八代市一般会計補正予算予算書第8号中経済文化交流部に関係する部分につきまして、小野次長が説明いたしますのでよろしくお願いいたします。委員長。小野経済文化交流部次長。
はい、ございます。おはようございます。経済文化交流部小野でございます。よろしくお願いします。説明につきましては着座にて、説明させていただきます。はい、どうぞ。それでは議案第132号令和3年度八代市一般会計補正予算第8号中当委員会に付託されました経済文化交流部関係についてご説明申し上げます。今回の補正予算では人件費の補正も含んでございますが、給与改定等につきましては先ほど農林水産部の方から説明がありましたので、ここでは割愛させていただきます。それでは議案第132号令和3年度八代市一般会計補正予算書第8号の3ページをお願いいたします。関6商工費、項1商工費では9774,000円を減額しまして補正後の額が2,850,070,000円となっております。続きまして4ページをお願いいたします。関9教育費、項7社会教育費では2,153,680,000円を増額し補正後の額が119,948,030,000円となっており、このうち経済文化交流部関係は4,669,000円の増額でございます。続きまして項8社会体育費では573,000円を増額しまして補正後の額を4,254,090,000円となっております。次に28ページをお願いいたします。関6商工費、項1商工費、目1商工総務費では職員43人分の補正として9,774,000円を減額し補正後の額が3,104,040,000円となっております。主な要因といたしましては人事異動等に伴う減額、また育児休業および給食等による扶養額分の減額によるものでございます。次に33ページをお願いいたします。関9教育費、項7社会教育費、目3文化施設費でございます。職員3人分の補正として17,203,000円を減額し補正後の額が9,465,040,000円となっております。主な要因といたしましては人事異動等に伴う減額によるものでございます。一つ飛ばしまして目6文化財保護費でございます。職員14人分の補正として21,872,000円を増額し補正後の額が29,524,000円となっております。主な要因といたしましてはお祭り電電館開館に伴う人事異動等に伴う増額によるものでございます。続きまして関9教育費、項8社会体育費、目1社会体育総務費でございます。職員9人分の補正として236,070,000円を増額し補正後の額が9,061,070,000円となっております。主な要因といたしましては人事異動等に伴う増額によるものでございます。続きまして目2社会体育事業費で補正額105,000円を増額し補正後の額を7,133,050,000円としております。特定財源といたしまして全額スポーツ振興基金繰入れ金を充てることとしております。説明欄のバドミントン SJ リーグ2021熊本大会開催事業は新規事業でありまして令和4年2月に予定されております JTB バドミントン SJ リーグ2021熊本大会括弧令和2年7月豪雨災害復興記念の開催に伴いまして新型コロナウイルス感染症対策により大会会場においてチームごとに選手控室を用意する必要がありますことから設営等に関する経費を補正するものでございます。内容としましては看板作成手数料148,000円、選手控室設営業務委託料902,000円でございます。次のページをお願いいたします。目3社会体育施設費でございます。職員3人分の補正として231,030,000円を増額し補正後の額が2,6459,070,000円となっております。
主な要因といたしましては、人事異動等に伴う増額によるものでございます。以上、経済文化交流部関係の補正予算についてご説明を申し上げました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは、以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。以上。はい、大学院。このバドミントン SJ リーグ、本村課長が一生懸命、やられておるようでございますが、参加人数、その控え室の設営運動で105万、で90万がそのなんか設営費ということなんですけど、その参加人数と大会規模のちょっとイメージがわからないんだけど、どれぐらいの大会なんですか。本村理事兼スポーツ振興課長。おはようございます。まずバドミントンの SJ リーグでございますけども、これにつきましては社会人バドミントンチームのですね、トッププレーヤーが、所属する実業団チームでございます。で、男子の方が10チーム、そして、女子の方が10チーム、ございまして、この20チームで、SJ リーグというのが、リーグ戦を行われているところでございます。で、今回もともとですね、熊本市内でですね、この20チーム全て、開催というか大会が行われる予定だったんですけども、その復興、令和2年のですね、豪雨復興でですね、開催したい旨を県バドミントン協会、そして日本バドミントン協会に伝えたところですね、男女を5チーム、男子5チーム、そして女子5チームを熊本市内、そして、八代市内で開催するという運びになったところでございます。当然この中身は東京オリンピックに出られたですね、桃田選手だったりとか福島選手、加村選手とかですね、オリンピアンがですね、ほぼほぼ全員含まれているというところでございます。で、この書室をですね、作る必要があったのは、1チーム大体15名から20名の、チームで構成されてですね、来られますので、どうしてもその総合体育館に、書室がなかったものですから、書室を作る必要があったというようなところで、ございます。はい、以上でございます。委員長。なります委員。すごい大会を誘致したねというような市民の声があって、で私からするとね、むしろ費用対効果、桃田選手であったり加村選手も地元に凱旋みたいなことであると、非常にバドミントンの業界関係の方々がこう盛り上がっておられるという、でかなりの費用対効果が見込まれると思うんですよ。それだけのメンツがオリンピアンが揃うととなると、もうちょっと予算ついてるのかなっていう単純な、でその単純な予算マチとつけようかじゃなかったなっていう中に、105万のうちの90万はコロナ対策なんですっていう話になると、まあそこはしっかりしなきゃ抑えた上で、なんかこう会場のこういろんななんていうんですかね、設営するこうものもある程度設営物もこうかっちりしとかないと、なんか有名選手は来たけど体育館でなんかバドミントンの練習してるようなね、合宿してるようなこうスカスカの大会にするとちょっとあれなのかなと思ったから、まあ最小限に、まあ災害の復興記念であんまりこう派手にはこうしたくないような担当課のまあイメージもあったのかなとは思いますけど、まあそれだけの大会でまあ予算もしっかり我慢してされるんでしょうが、やっぱりやるときはこうやらないと、本村課長にしても小野次長も台湾オープン、市長がプレゼンターされた時のまあ。あのイメージをこう頭に入れてるとね、やっぱ来られる方、いろんな方々に、そのお金をかけてきらびやかにっていう意味ではないが、まああの大会見てこう感動した
当時の思いを考えると、まあ、105万で90万が、コロナ対策ですっていうことになると大丈夫かなっていうちょっと心配をしたんだけれども、まあ、そこは、まあ、来られる方々それと地元を自治体としてこう恥をかかない程度の、まあ、そういうようなこう大会運営を心がけていただければなというふうに思います。和田部長、よろしくお願いします。以上です。意見でよろしいですね。他にありませんか。質疑、はい、野崎委員、はい、すいません、関連になります。八代は何試合あるんですかね。何試合されるんですか。はい、本村スポーツ振興課長。はい、八代市で、開催される試合でございますけども、2日間、ございます。2日間ございまして、初日に、まず3チームの試合ですね。そして、同じく、2日目も、3チームの試合というようなところでございます。よろしいですか。はい、はい、野崎委員、すいません、5日3チームが試合するこれリーグ戦なんですよね。ということは3チームが全当たりとかっていう話。はい、本村スポーツ振興課長。はい、一応トーナメント式でですね、リーグ戦は行われなくて、もうトーナメント式で行われるというようなところで、3チームが試合数が多くなります。トーナメント、今回はトーナメントということでございます。で、決勝の方がですね、決勝の方が熊本で行われるのはその予選のトーナメントリーグまで、準決勝、決勝につきましては、東京の東京大会で行われるというようなところでございます。以上でございます。あ、そういうやり方ね。よろしいですか。はい、はい、野崎。はい、わかりました。今回そのコロナの対策ということでチームごとに控室作るんですよっていうことなんですけど、総合体育館の中にスペースありますか。どこに作るの。本村スポーツ振興課長。はい、今既存の部屋はですね、まあ、なるべくある部屋を有効利用活用しようということで、トレーニング室だったりですね、そしてダンス室を、今予定しているんですけども、どうしても足りない部分はですね、小アリーナの方に間仕切りを作って、それが8ですね、8チーム、間仕切りを作ってですね、ちょっと上はないんですけども、間仕切りを作って、書室を作る予定でございます。はい、野崎。はい、わかりました。あと、有名選手のですね、方が来られるっていうことだったんですけども、できればその子どもたちとかとの交流とかっていうのはないんですかね。と合わせてチケット代とかっていうのもかかるんだろうと思うんですけれども、そこら辺のところ、まあ、その子どもたちに見せたいとかっていうのであれば、何らかのこの対応も必要じゃないかなっていうふうには思うんです。せっかく来られるのであればですね、やっぱり将来のこのですね、子どもたちに見せてあげたいなっていうのは、私はそういう気持ちがあるんですけど、そこら辺いかがですか。はい、本村スポーツ振興課長。はい、そうですね、野崎議員がおっしゃる通りですね、私も上森も、子どもたちには見せていただきたいというようなところでですね、交渉したんですけども、どうしてもチケット収入を元に運営されるということで、今回はですね、子どもたちは、坂本の被災を受けた小学校、中学校、そして現場の方が足北の方もとやりましたので、足北、そして八代の坂本地区の、小学校、中学校の生徒をですね、約50名ほど無料で、招待する予定でございます。それと、オープニング、八代のオープニングの時にですね、園田岡村選手の、実技の、指導だったりですね、もしかしたら今福島選手とも交渉中なんですけども、もしかしたら福島選手と、今回の東京オリンピックでやられた園田岡村選手、そして福島選手、この3人でですね、なんとかできないかというところで今交渉中でございます。はい、以上でございます。
野田君。はい、分かりました。先ほどですね、成松議員も言われたんですけど、ちょっと控室の関係も、なんかその小アリーナで上がないところでとかっていう、ちょっとやっぱもう少しちょっと立派とは言わないんですけど、まあ、ちゃんとしたところを選手ですね、トップレベルの人たちなんで、やっぱそのリラックスしてっていうか、ちゃんとした控室っていうのが必要じゃないかなというふうには思います。あと先ほどの子どもたちの感染の関係、坂本、芦北の子どもたちは無料でって話だったんですけれども、まあ、八代の子どもたちもですね、なんとかそのチケット購入の時になんかその補助とかですよ、そういうところまでこうなんか予算化できればなっていうふうには思うんですよね。やっぱもう少し検討できるかなというふうには思うんですけれども、できる限りなんかこう予算つけてでもなんかそういうことができるようにですね、やっていただきたいなというふうに思います。以上です。今のは意見になります。はい、なります。課長、今野崎議員も言ってるんだけど、その要は SJ リーグ王国が引っ張ってくるだけでも俺大したもんと思うといいですよ。担当課はね、並々ならぬ苦労があってこれだけのビッグ大会を持ってきて、でまあフル大会じゃなくて1試合でも2試合でもという中でも3チーム3チームということでねやるんだけど、ABC バドミントンとかいろんなこう今までの八代は経験があるから、まあそういうのを含めて考えるともうちょっと予算ば取ってからで、で大相撲巡業の時でもほら小中学生バーッと2階席は埋めたりなんかしたんだけど、まあそのできる範囲で、できる範囲で、まあ言われる通り坂本の中華豪雨災害の足北坂本の子供たち中心でっていうところまでもう抑えてあるから、あんまりいろいろ勇気はないんだけども、やっぱりこう、本物に触れるっていうので子供のその競技意識とか、あの時誰と会ったからっていうのでものすごくこう変わる子がいるんだよね。相撲巡業の時でも横綱と写真撮って、それからもう今大学生になってる子たちもいたりするし、まあそういうのもしっかり考えてやってほしいなというのと、あとトレーニング室が、控え室にっていう話があったけど、本当にトレーニング室使うんですか？はい、本村スポーツ振興課長。はい、トレーニング室もですね、奥 の, 今まで男子室だったの床張り川のところがございます。そこにちょっと待ち切りを引いて1チーム入れる予定でございます。委員長、なりますいい。いや、もうね、トレーニング室のね、使用については利用者さんからもうほら、ちょっと触ると賛否両論あるよ、必ず。だけど、小割り稲葉使うとだったらあっちで全部サマネのトレーニング室使わんでも小割りになる対応できるんじゃない？あれだけの広さだったら真面目にしてやるということになると、トレーニング室必要かなっていうのは意外とね、トレーニング利用者の人たちからね、まあ断るごとに使える使えないでいろんなことがあるし、対教のなんかな、お兄さんたちがやってるんだろうけど、人をこう制限してで、まあ、渋滞して待っとって、どうのこうのとかそういう事案はもうスポシンがほら日頃ちゃんと抑えてるからいいんだけども、トレーニング室は触らない方がいいんじゃない？どうですか？触らん方がいいと思うよ。あそこはまたいろいろ出てきて対応がバシッと対応できればいいけど、本村課長がまた休日出勤でもじゃないけど出て行ってまた調整するとかおかしなことならん、利用者は。本村スポーツ振興課長。はい、確かに、トレーニングについてはですね、まあ、非常に多くの利用があっておりますので、なるだけですね、そこに影響が出ないように、まあ、したいというふうに思っております。でその中でですね、なんとか素質をですね、ショーアリーナもしくはその他にできるように、まあ、検討したいと、お金と相談しながら検討したいと思っております。はい、委員長。お金と相談するんだったら収入増やした方がいい、利用者多いんだから。だから昭和アリーナと、あとは突き当たりの部屋、なんかダンスの部屋だっけ、あれ、あの辺も含めてやって、トレーニング利用室は、トレーニング室はもう利用者さんに開放しとった方が
いろんなトラブルもないし、なんかその方がいいと思いますよ。まあ、それでちょっと検討をよろしくお願いします。以上です。はい、他にありませんか。なし。なし。ありません。ないようです。意見がありましたらお願いいたします。なし。ないようです。それではこれより採決いたします。議案第132号令和3年度八代市一般会計補正予算第8号中当委員会関係分について原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。次に、議案第158号、令和3年度八代市一般会計補正予算第9号中、当委員会関係分を議題とし、説明を求めます。それでは、まず歳出の第6巻、商工費について、経済文化交流部から説明願います。委員長。はい、和久田経済文化交流部長。はい。議案第158号令和3年度八代市一般会計補正予算書第9号中経済文化交流部に関係する部分につきまして、小野次長が説明いたしますのでよろしくお願いいたします。委員長。はい、小野経済文化交流部次長。経済と文化交流部小野でございます。引き続きよろしくお願いいたします。説明につきましては着座にて説明させていただきます。はい、それでは議案第158号令和3年度八代市一般会計補正予算書第9号の2ページをお願いいたします。歳出の間6商工費項1商工費で補正額1億3100万円を増額し、補正後の額を29億3905万7000円としております。続きまして、8ページをお願いいたします。間6商工費、項1商工費、目2商工振興費で、補正額1億3100万円を増額し、補正後の額を21億4458万円としております。なお、特定財源といたしまして、国庫支出金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金6550万円、県支出金、新型コロナウイルス感染症対応総合交付金6550万円を予定いたしております。説明欄の新型コロナウイルス感染症対策事業、括弧安心な町八代推進については、別紙資料に沿って、ご説明いたします。まず本事業の目的でございますが、現在市内の飲食店や宿泊施設などではお客様が安心して飲食ができる環境を作るため、新型コロナウイルス感染症防止対策を実施した店舗を増やすことが求められております。そのため県の認証基準による認証店の増加および予防対策を図るため、安心な町八代プロジェクトに補助を行うことで経済の活性化につなげるものでございます。事業主体は八代商工会議所に事務局を置く安心な町八代プロジェクトでございます。事業内容につきましては、1、認証店以外の飲食店等に対し予防対策を実施し、認証店の申請を行った店舗へ支援金を、2、すでに認証を受けている飲食店等については新たな変異株等に対応し、さらなる予防対策を進めるために支援金を給付するものでございます。予算の内訳ですが、支援金として1億2000万円、事務経費といたしまして1100万円でございます。支援金の金額ですが、令和元年分における店舗の売上高に応じ給付するものとし、売上高1000万未満の店舗に対し14万円、売上高1000万以上3000万未満の店舗に28万円、売上高3000万以上の店舗に70万円を支給いたします。支援金の積算根拠につきましては、市内の支援金対象店舗数670店舗の約9割の申請を見込んで積算しております。
対象店舗については市内の飲食店、宿泊施設などで県の認証店であること、または認証店の申請中の店舗としております。申請期間につきましては令和4年1月上旬から2月末としております。説明については以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。はい、野崎委員。はい、すいません、今の話なんですけど、これ八代の認証店っていうのが670店舗あるというような、まあ、積算のところで出てるんですけれども、総数がどんだけあって、じゃあ今から認証店以外の人にも補助金を渡したいっていう話なんですよ。でそれ申請してもらったらもらわんと払われん、補助金もやられんっていうようなだけにしてください、認証店になってくださいっていうような事業だと思うんですけれども、未認証店っていうのはどれぐらいあるんですか。はい、以上。田中理事兼商工公安振興課長。はい、商工公安振興課田中でございます。申請件数は店舗数の670店ということで記載してございますが、実はこの内訳でですね、認証店は330店今現在ございます。330。はい、約330店で、残りそれ以外、つまりまだ認証店を取ってないのが340店をあるというところでございます。ですので、議員がおっしゃったように残りの340店舗につきましてはさらなる認証店の取得を促すことを目的として、おるところでございます。はい、以上でございます。野崎委員。はい、分かりました。未認証が半分おるっていう話ですか。総数が670店舗。分かりました。はい、他にありませんか。毛田委員。未認証店が340店舗あるとして、これを認証店にするためにどのような努力をされているのか、よかったら教えてください。はい、以上。田中理事兼商工公安振興課長。はい、議員お尋ねの件でございますが、今現在私どもが12月末までですね行っておりますが、新型コロナウイルス感染症対策で予防対策ということをしております。これは各店舗で、予防対策、つまりパーテーションとかですね、そういうことをやられた店舗に対しては4分の3補助、上限10万円ということで行っております。まあ、これを活用していただきながら各店舗で、パーテーションを購入したり、換気扇を回収したり、そういうことを各店舗ではお願いをしているところでございます。さらにこの安心の街八代プロジェクトの方ではですね、これをさらに認証店という県の基準を基づいて、見回りに行かれてですね、足らない部分をご指導されて、で今のようにうちの補助を使われるなり、ご自分で、まあ、店舗さんがご自分で準備されて、そういう予防対策を実施される、または大規模改修でございましたら国の県の方の支援金を申請されてやられると、そういうことのご指導をされているというところでございます。はい、分かりました。委員長。はい、何月委員。認証店、未認証店、いろいろある中で担当課のご努力はよう分かります。一方でね、やっぱどうしてもこう、高齢者の店舗の方々ももうそもそも手続きが分からん、もう度外こうしてもどうだこうだっていうのがあって、で難しいっていうね、やはりそういう意見もある中で補助金っていうか支援金の支給の時に、私もだいぶこう周りの店舗の方には話をした時に、やっぱりこう何も分からんって言いなはるけん、何は分からんなら何分からんまま窓口に行ったがいいですよって言ったら、 TS ビルに行ったら手取り足取りあの課の職人さんたちが総出でね、やっていただいてるっていう現状も分かったし、ただあれだけやっても半分なんだなっていうのを考えると、やっぱりこうじゃあ本当にどこまで困っとらすのかなっていうことも考えないかんのだけど、だけど実際今度は県の支援金をもらおうというところで手続きしたら、
もう県はまだ、まあ、こう言っちゃいかんけど難しい、わからん。で県の人とねちょっとやり取りして、県を批判するわけじゃないけど、ちょっとやり取りしたら、あの八代はもっと早出ますよ、でもっと分かりやすかったですよっていう話をした時に、あ、八代市さんからが一番クレームが多いですと。俺はそらそうなんだろうなと思って、八代の手続きが非常に簡素化していて分かりやすくて、で TS ビルに行ったら職員さんたちがみんな表に出てきて総出で手続きを手伝っているというような、まああれだけね、あのやってて、まあ半分っていうのはなかなか、どうなんだろうなっていうのはあるんですけど、まあ今桃田議員がどういう努力をしてるんだみたいなお話だったんでね、担当課が今多分もうフルスイングでやってるのは、あの分かってる人は分かってるんだけれども、やっぱりその半分っていうことがあれば、またいろんなあの時期を捉えてっていうか、何らかのこう接触の場面があるときには、まあ、一声かけていくような努力をしていただければなと思いますけど、まあ、課長どうですか現状。もうこれ今精一杯やられてるからね、なかなかこれ以上難しかったですよというのもあろうかなと思うけど。はい、委員長。はい、田中理事兼商工公安振興課長。はい、ありがとうございます。あのちょっと私のご説明不足だったと思います。あの安心な町八代プロジェクトというのは昨年から実際動いておりまして、そこに対しまして予防対策パーテーションとか、それはもういち早くやっていただいています。で先ほど申しました670店舗というのは最低でもそこはもうやられているという状況でございます。今認証店と申しますのは全国的な基準をもとに県がの方でですね、まあ、八代は安心な町八代プロジェクトというところでするんですが、今まで行ってた予防対策を、まあ、さらに簡単に言いますとワンランク上げたような形で、まあ、県の基準に基づいてさらに予防対策してもらうというそういう制度でございます。ですので、まあ、一般的にこの340店舗というところはですね、何もやってらっしゃらないわけではなくて、基本的なことをやってる、ただ県の基準についてまだ足らない、さらにそこを目指していただきたい。そうなりましたら今後この認証店をもとにですね、国や県の方からいろんな補助メニューとか基準が多分指示してまいります。で認証店でないとお店のこう時間、いわゆる営業時間が、広く取れないとか、そういうことがかかってまいりますので、まあ、できるだけそういうところに皆さんを持って行っていただきたい、そういうところでございます。ですので、あのすみません、私の説明不足だと思うんですが、340店舗は何もされてないということではございません。はい、とさらに、まあ、この認証店になりましたら、まあ、今この安心な町八代プロジェクトの事務局の方でもですね、再度巡回ということでやってらっしゃって、1回取って終わりではなくてちゃんとやってるかというのも見回りを定期的にされているというところでお伺いしたいと、以上でございます。はい、了解しました。はい、他にありませんか。はい、野崎委員。はい、すみません、今の話なんですけど、八代の認証店には670店舗はもうなってらっしゃるっていう話がなんかちょっとごっちゃになってくるんですよね。はいはい、県の基準の認証店にはなっとらすがあって、でさらに違う、逆だ、どういうこと、もう一回言うんですか。はい、わけわからんわ。田中理事兼商工公安振興課長。はい、申し訳ありません。もう一度お願いします。はい、昨年6月ぐらいからこの認証制、今年の6月から認証制というのは始まりました。その前に、安心な町八代プロジェクトというのは昨年から実施してございます。まあ、安心な町八代プロジェクトで基本的な予防対策はやりましょうということで進めてまいりました。その後に今年の6月に認証制度というのが全国的に入ってまいりました。で、はい、全国的に入ってまいりました。で、全国的にもこれは国の方が認証制度という言葉を使われてやっていらっしゃいますが、市の方でこれまでやってきました安心の町八代プロジェクトの登録店舗の方々はイコール認証店にまではまだ基準的に、まあ、慣れない、ちょっと差があるというところで、ハードルが上がってましたね。ハードルがちょっと先ほど言いましたが、なんか上がっているものですから差があると、そういうところで
八代市内の670店舗、これは飲食店、宿泊業者の飲食ブース的なところです。そこは皆さん、基本的な予防対策は安心な町八代プロジェクトの登録店としてできていらっしゃいます。さらに全国的な認証店を取得していただくためには、まだ340店舗ほどのところができてないので、そこを促したいというようなところでございます。すいません、どうございますか。はい、宇崎。はい、わかりました。なんとなく分かったですよ。八代のは国の基準からすれば若干あのレベルが低いんだなっていう話なんですよね。で、それはトトラスところもあるわけなんですよね。だけどそれはまた増やしたいっていう話なんですけど、これだけですね、もうやってきて、まあ、一生懸命やってこられて、あの、まあ、モーターゲーム言わせたんですけど、これ以上に増やせるのかどうかって思うんですよ。で、さらにはですね、この今回の予算のこの積算は見ればですよ、結構なその、なんていうか、扶養額が結構出てちゃうからかというと心配するとですよ。で、それ、まあ、出た場合は、それはまた次の、またコロナ対策っていうとに、あの、使えるんですか？そこが心配します。はい、田中理事兼商工交番振興課長。はい、ありがとうございます。今回のですね、この予算の見積もり 0.9 ということで急がけしているんですが、これにつきましては今年、昨年度であるか、今年の1月から3月に飲食店の方々に行いました飲食店等緊急特別支援金、特に30万円支援いたしましたが、その時の申請割合になります9割で、今回のこの14万円につきましても、基本やってらっしゃるところ、それとやられようと申請されるところにつきましては、もう支給をしていただきますので、あの、今後の第6波と考えたら、この本場給の見込みというのは私どもも可能ではないかというふうに今考えております。余ったらこれ、はい、これはあの扶養額につきましてはちょっと財政の方ともお話ししますが、その他に回せるのであれば回してまいりたいというふうに考えています。はい、分かりました。まあ、できればそういうふうにしてもらった方が、まあ、これからどんどんまだいろいろ事業選抜と思うんですけど、あと、認証店の人には、まあ、例えば1000万円未満の売り上げの方については14万円、まあ、多分ここら辺が結構多いんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、これはさらなる予防対策してくださいねっていうふうにお金を補助金として渡すわけですよ。そう、予防対策をしてくださいねっていうふうにやるんですよ。予防対策しなきゃいけないってことです。例えばさっき言ったところでまたなんかパテーション増やすとか、そのなんかまた打算版とかそういうのはありますか？購入しましたよとかっていうの。田中理事兼商工交番振興課長。はい、今回の14万円につきましては、商工会議所の方で、支援、まあ、支援金の形で支出していただきます。これにつきましては、あの、内容を何を出してくれとか、そういうことは一切しません。ただ、あの、まあ、商工会議所の方でですね、支援金を受け取った場合、まあ、いろんなことをこのお店の方で、例えば、こういうサービスやってますとか、なんかそうサービス的なところをやってくださいというようなことも考えられていらっしゃるみたいです。ですので、この受け取りに関してはもうそのままお渡しして、あとは個展のサービスを充実していただくというようなことを商工会議所の方で促していただくというようなことになります。野崎委員、よくわかりました。ありがとうございます。はい、はい、他ありませんか？こんにちは。堀口委員。はい、冒頭のですね、野崎議員のには質問の中で、その、認証店が330店舗で、340店舗は認証であると。で、ただこの670店舗は安心な町八代プロジェクトにほぼほぼもう入っていらっしゃるというような、まあ、こんなお話だったですよね。最初ちょっともう私もニュアンスが違ったんですけども、で、まあ県の状況があってというようなことでハードルが上がっている部分があって、それに330店舗が今加入されていると。第二認証店が340で、じゃあ実際にその安心まちづくりプロジェクトに、
要は3、まあ、ほぼほぼ670店舗はしてらっしゃるんですけども、それ以外の部分は何か把握されている部分がございますかね。はい、田中理事兼商工公安振興課長。はい、はい、安心な町やってるプロジェクトにですね、いわゆる未登録というか、そういうところについては、数字的なところは申し訳ありませんが把握はしておりません。ただ関係する飲食店の業界さん、いわゆる社交業者さんとか、いろんなところのですね、組合さんに今回、お声をかけられて、さらに、そういう組合さんへの加入、それと予防対策を徹底するということで今回、進めていただくというようなお話になっております。はい、委員長。友人、ですね、私がまあ知り得ところな、まあ、これ役の話なんですけど、大体やっぱり1000店舗ぐらいあるっていうような話は聞いとったですよね。まあ、そのうちの 67% っていうが、まあ、というようなところで今認識しとったわけが、であとのその300店舗ぐらいのところはまだその街中プロジェクトにもまあ登録もしていないというようなところもあるやに聞いとったですよね。まあ、そこも含めてですね、まあ、今回の部分のこの認証という部分を推奨していっていただければ、もっとこう違う形になったかなと思いますので、まあ、よろしくお願いします。要望でよろしいですか。はい、要望です。はい、他にありませんか。内容です。よし、以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。よし、内容です。以上で第6巻商工費についてを終了します。執行部入れ替わりのため紹介いたします。会に戻します。次に歳出の第5巻農林水産費について農林水産部から説明願います。はい、委員長。福田農林水産部長。はい、議案第158号、令和3年度八代市一般会計補正予算第9号中当委員会に作されました農林水産部関係分で、農林水産業費におきまして豊田農林水産部次長が説明いたします。よろしくお願いいたします。はい、豊田農林水産部次長。はい、はい、それでは議案第158号、令和3年度八代市一般会計補正予算第9号中農林水産部関係について着座して説明させていただきます。失礼します。予算書の8ページをお願いいたします。官5、農林水産業費、公1、農業費、木3、農業振興費で、新型コロナウイルス感染症対策事業、農林漁業経営安定資金特別支援金で、1320万円を計上しております。内容は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、収入が減少し、経営が悪化した農林漁業者で事業継続に必要な運転資金を確保するために国や県が創設した新型コロナウイルス対策セーフティーネット資金または新型コロナウイルス対策緊急支援資金を借り入れた方々を対象にしまして経営の早期回復を後押しすることを目的として個人事業者に10万円法人に20万円の農林漁業経営安定資金特別支援金を支給するものでございます。なお特定財源としまして全額国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を予定しております。詳細につきましてはお配りしております資料をご参照ください。以上一般会計補正予算第9号中農林水産部関係分の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。ありません。どうすいません。はい、野崎委員。はい、すいません、今回の事業なんですけど1,320万っていうことなんですが積算してあるんですけどこれ事務費が入ってないんですけど事務費どうやったんですか。豊田農林水産部次長。はい、
事務費は郵送とかそういうもので個人対象になられる方々には通知申し上げまして、申請していただくということになっております、うん、特段大きな事務費はここには郵送料ぐらいで発生しませんので通常の事務費で処理しています。はい、宇崎。はい、わかりました。いや、先ほどほら証拠品の方で事務費っていうのが結構長くあったんでこちらは大丈夫かなっていうのは心配で今お聞きしましたけど、ということは担当課で処理されるということですよね。はい、担当課ですね。よろしいですか。はい、他にありませんか。すみません、引き続きなります。はい、野崎委員。今回法人の方が、まあ、20万、個人事業者の方で10万円というようなことなんですけれども、これ借り入れ資金借り入れた方に対してお渡しするというようなことですよね。支援金ですよね。でこれ借り入れ金、まあ、借り入れてる方々がその借り入れ金がですよ、最低いくらで最高いくらっていうのが分かってるんですか。豊田農林水産部次長。はい、すべての方が運転資金で、借り入れをされております。最低で、約200万円の借入、最大では、1000万円を超える借入ということで把握しております。はい、はい、野崎委員。はい、わかりました。なんでこれ聞いたかというと、それぞれにその借りられた方っていうのが金額が違うのになんで一律なのかなっていうのがあったんですよ。そこの検討っていうのはなかったんですよ。豊田農林水産部次長。はい、事業設計しますまでの時にそういう部分も検討いたしました。しかしコロナ関係の給付金は一律の給付というのを原則としておりますので、借入金に応じて支給額を変えると補助金的な性格にもなりますので、そういうところをですねちょっと注意しなければならなかったというか、この財源としての対応がなかなか難しくなるのではないかというところもありましたので、この借り入れられて事業を再建、継続再建させようという努力されている方々に一律の給付支給というふうにしたところでございます。野崎。わかりました。いろいろな検討されたということで理解いたします。以上です。他にありませんか。ありません。内容です。以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。ありません。内容です。これより採決いたします。議案第158号令和3年度八代市一般会計補正予算第9号中当委員会関係分については原案の通りに、決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。執行部入れ替わりのため紹介いたします。本会に戻します。次に議案第139号令和3年度八代市水道事業会計補正予算第1号を議題とし説明を求めます。はい、委員長。松田理事兼水道局長。おはようございます。水道局の松田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは着座にて説明させていただきます。どうぞ。議案第139号令和3年度八代市水道事業会計補正予算第1号についてご説明いたします。予算書の1ページをお願いします。今回の補正予算は債務負担行為の設定でございます。令和4年4月1日から執行すべき業務でございまして、年度開始前に入札等の契約事務を行うため債務負担を設定するものでございます。5ページの債務負担行為に関する調書をお願いします。今回設定する債務負担行為の事項は水道事業水質検査業務委託で毎年入札で請負業者の選定契約を行っております。以上で説明を終わります。ご審議方よろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。はい、野崎委員。はい、すみません、これ前期は限度額おいくらだったんですか。同じですか。
松田理事兼水道局長。令和3年度は410万6000円で計上しています。で予算を計上しています。すみません、契約額につきましては354万2000円で昨年令和3年度は入札をしているところです。はい、野崎委員。はい、わかりました。よろしいですか。はい、他にありませんか。内容です。以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。内容です。これより採決いたします。議案第139号、令和3年度八代市水道事業会計補正予算第1号については、原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。次に議案第140号、令和3年度八代市簡易水道事業会計補正予算第1号を議題とし、説明を求めます。はい、委員長。はい、松田理事兼水道局長。引き続きよろしくお願いいたします。それではチャプター2で説明させていただきます。はい、どうぞ。議案第140号、令和3年度八代市簡易水道事業会計補正予算第1号についてご説明します。予算書の1ページをお願いします。今回の補正予算は債務負担行為の設定でございます。先ほど水道事業会計でもご説明しましたが、令和4年4月1日から執行すべき業務で、年度開始前に入札等の事務を行うため債務負担のを設定するものでございます。5ページの債務負担行為に関する調書をお願いします。今回設定する債務負担行為の事項は、簡易水道事業水質検査業務委託で、毎年入札で請負業者の選定契約を行っております。以上で説明を終わります。ご審議方よろしくお願いいたします。はい、それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。ないですか。はい、ありません。以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。内容です。これより採決いたします。議案第140号、令和3年度八代市簡易水道事業会計補正予算第1号については、原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。執行部入れ替わりのため紹介いたします。に戻します。次に事件議案の審査に入ります。なお、議案第145号、八代高等職業訓練校に係る指定管理者の指定について、議案第146号、八代市ガラッパ広場および八代市小池広場に係る指定管理者の指定について、議案第147号、八代市日名具温泉センターおよび東湯に係る指定管理者の指定について、議案第148号、八代市産地形成促進施設東洋交流センターせせらぎおよび八代市農林産物等直売施設最適化に係る指定管理者の指定について、および議案第149号、八代市総合体育館、八代市テニスコート、八代市弓道場、八代市球技場、八代市民プール、八代市民球場、八代市立武道館および八代市相撲場に係る指定管理者の指定については、関連がありますので本5件を一括議題とし、採決についてはここに行いたいと思います。それでは本5件について一括して説明を求めます。委員長。はい、和久田経済文化交流部長。はい、議案第145号から第149号、すなわち指定管理者の指定につきましては、
小野次長が一括して説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。委員長。小野経済文化交流部次長。指定管理者の指定について、ご説明させていただきます。なお、説明につきましては、チャット欄にて、よろしくお願いいたします。はい、はい、どうぞ。それでは、資料でございますが、12月定例会議案書のほかに、別紙資料、指定管理者の指定についてと合わせてご説明いたします。それでは、議案書の目次をお開きください。議案第145号から第149号まで、当部が所管いたします施設のうち5件15施設の指定管理者の指定につきまして議決をお願いするものでございます。提案理由ですが、いずれも本市が設置する公の施設の指定管理者を指定するためには、地方自治法第244条の2、第6項の規定によりまして、議会の議決を得る必要があるためでございます。それでは議案書の5ページをお願いいたします。まず、議案第145号でございます。施設名は、八代高等職業訓練校。指定管理者となる団体は、職業訓練法人、八代職業訓練運営会。指定の期間は令和4年4月1日から5年間でございます。続きまして、議案第146号でございます。施設名は八代市ガラッパ広場及び小池広場。指定管理者となる団体は街中活性化協議会。指定の期間は令和4年4月1日から3年間でございます。続きまして、議案第147号でございます。施設名は八代市日名温泉センターおよび東湯。指定管理者となる団体は一般社団法人八代交際会。指定の期間は令和4年4月1日から3年間でございます。続きまして、議案第148号でございます。施設名は八代市産地形成促進施設東洋交流センターせせらぎおよび八代市農林産物等直売施設最鉄館。指定管理者となる団体は株式会社東洋地区ふるさと公社。指定の期間は令和4年4月1日から3年間でございます。続きまして、議案第149号でございます。施設名は八代市総合体育館、八代市テニスコート、八代市弓道場、八代市球技場、八代市民プール、八代市民球場、八代市立武道館、八代市相撲場。指定管理者となる団体は NPO 法人八代市体育協会。指定の期間は令和4年4月1日から5年間でございます。それでは詳細について別紙資料にてご説明いたします。指定管理者の指定についてをご覧ください。それでは2ページをお願いいたします。はじめに、議案第145号八代高等訓練職業訓練校でございます。施設の概要は記載の通りでございます。指定の期間は5年間、委託料はありません。候補者の概要については記載の通りでございます。指定の経緯でございますが、前回までと同様非公募としておりまして、令和3年9月24日に選定手続き要項を先方に提示してあります。提出期限を10月15日としておりまして、11月2日実施の選定委員会にて事業者からのプレゼンテーションや事業者へのヘアリング等を行い、同12日に指定管理者候補者が選定されたところです。今後の日程でございますが、議会にて指定の議決を受けた後、速やかに指定通知および指定の告示を行います。その後、3月までに協定の締結を終え、4月1日から指定管理の運営開始を予定しております。選定委員会の委員を掲載しております。委員8名のうち吉田税理士様はじめ4名が外部委員となっております。なお、選定結果については後ほどまとめてご説明いたします。続きまして、議案第146号、八代市ガラッパ広場および小池広場の2施設でございます。
施設の概要は記載の通りでございます。指定の期間は3年間、委託料は各年度ごとに八代市ガラッパ広場が13万6000円、八代市こいこい広場が23万5000円、合わせまして37万1000円、3年間合計で111万3000円となっております。候補者の概要については記載の通りでございます。指定の経緯でございますが、こいこい広場につきましては新規の指定管理者制度導入となりますが、ガラッパ広場と一体となって指定管理者を選定することで中心市街地に賑わいや交流の場を創出することができることから、一括での候補者の選定としたところです。募集につきましては前回のガラッパ広場と同様に非公募としておりまして、令和3年9月24日に選定手続き要項を先方に提示してあります。提出期限を10月15日としており、11月2日に選定委員会を行い、同12日に指定管理者候補者が選定されたところです。今後の日程でございますが、議会にて指定の議決を受けた後、速やかに指定通知及び指定の告示を行います。その後、来年3月議会にて予算案を提案し議決をお願いいたしまして、3月までに協定の締結を終え、4月1日から指定管理の運営開始を予定しております。選定委員会の委員につきましては、議案第145号と同様でございます。選定結果につきましては同じく後ほど説明いたします。続きまして、議案第147号、八代市日名子温泉センターおよび東の2施設でございます。施設の概要は記載の通りでございます。指定の期間は3年間、委託料は令和4年度より2300万、3年間合計で6900万となっております。候補者の概要については記載の通りでございます。指定の経緯でございますが、この2施設につきましては10月1日より公募を開始し、同18日に公募を締め切りましたが、申請がなかったことから公募内容の見直しを行い、10月29日に再公募を行ったところ、11月8日までに2団体の申請がありました。同11日に選定委員会を開催し、同12日に指定管理者候補者が選定されたところです。今後の日程につきましては先ほどと同様でございます。選定委員会の委員につきましては、委員9名のうち5名が外部委員となっております。選定結果については後ほどご説明いたします。続きまして、議案第148号、八代市産地形成促進施設東洋交流センターせせらぎおよび八代市農林産物等直売施設最適館でございます。施設の概要は記載の通りでございます。指定の期間は3年間、委託料は令和4年度より1261万7000円3年間合計で3785万1000円となっております。候補者の概要については記載の通りでございます。指定の経緯でございますが、前回まで公募により事業者を募集しておりましたが、今回指定管理者制度の運用指針及び第三セクター等への関与に関する基本指針に照らして検討した結果、非公募により選定することが適当であると判断いたしまして手続きを進めたところでございます。令和3年10月11日に選定手続き要項を先方に提示しております。11月2日に選定委員会を行い、同11日に指定管理者候補者が選定されたところでございます。今後の日程については先ほどと同様でございます。選定委員会の委員については委員9名のうち5名が外部委員となっております。選定結果については後ほどご説明いたします。続きまして、議案第149号、八代市総合体育館ほか7施設でございます。施設の概要は記載の通りでございます。指定の期間は5年間、委託料は7430万8000円5年間合計で3億7154万円でございます。候補者の概要については記載の通りでございます。指定の経緯でございますが、前回までと同様非公募としておりまして、令和3年9月1日に選定手続き要項を先方に提示してあります。
提出期限を9月30日としており、11月2日に選定委員会を行い、同12日に指定管理者候補者が選定されたところです。今後の日程につきましては先ほどと同様でございます。選定委員会にの委員につきましては、委員9名のうち5名が外部委員となっております。選定期間についてはこれからご説明させていただきます。それでは選定期間についてご説明いたします。審査結果につきましては13ページの方をご覧ください。5つの選定項目のうち1については適否を判断し、2から5の4項目については点数化してそれぞれ200点満点で評価してあります。まず八代高等職業訓練校の候補者でございますが、1については適しているとの判定で評価の合計点が 147.9 点となっております。次に八代市ガラッパ広場および恋恋広場の候補者でございますが、1については適しているというの判定で、評価の合計点が 158.2 点となっております。次に八代市日名子温泉センターおよび東湯の候補者でございますが、こちらにつきましては次のページの資料をご覧ください。2団体の評価については1についてはどちらも適しているとの判定で、評価の合計点がそれぞれ 155.5 点と 152.2 点でありました。さらに市内業者の優遇措置として八代高裁会に10点が加算され 165.5 点となり、八代高裁会が選定されたところでございます。すいません、前のページにお戻りいただきまして、次に八代市産地形成促進施設東洋交流センターせせらぎおよび八代市農林産物等直売施設最適館の候補者でございます。1については適しているとの判定で、評価の合計点が 163.7 点となっております。最後に八代市総合体育館ほか7施設の候補者についてですが、1については適しているとの判定で、評価の合計点が169点でございました。候補者選定の基準が配点の200点中120点以上となっておりますので、5件の候補者いずれも基準を満たしているというところでございます。なお議決を受けた場合には年度内に協定締結の手続きを行いますことから、債務負担行為の設定が必要となりますので、別途一般会計補正予算8号にてそれぞれの年数限度額に応じた債務負担の設定をお願いしているところでございます。説明については以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。はい、野崎委員。はい、委員長、いろいろ何施設もですね、説明いただきました。で、前期から比べてそれぞれ施設っていうのは委託金額だったりとか、あとは額だったりとかっていうのは、その上がったり下がったりっていうのはどのようになってます。どなたの答えなんですか。はい、小野経済文化交流部次長。はい、上から順番に言いますと、145号の高等職業訓練校につきましては委託料の方が、まあ、これまでと同様、はい、発生しておりません。とガラッパ広場、恋恋広場についてもですね、ガラッパ広場については昨年と前回と変わっておりませんけれども、恋恋広場の方が新しく委託料の方が発生しているという状況です。147号の日名子温泉センターおよび東につきましては、前回に比べて委託料の方は上がっております。と第148号八代市産地形成促進施設東洋交流センターせせらぎおよび最適化につきましても、前回の指定管理よりも金額の方が上がってきております。と149号の八代市総合体育館他7施設につきましては、金額としてはほぼ変わりませんけれども、これまで市の方で予算に措置をしていた分を体育協会の方に移管したということで、金額的には少し上がっております。以上でございます。はい、野崎。はい、今ほぼほぼ上がってますよっていうような話だったんですけど、
まあ、その理由とか、そのなんか方針があってからっていう。上がった理由です。はい、委員長。田中理事兼商工公安振興課長。はい、商工公安振興課田中でございます。私の所管施設、こちらの方の所管施設で申しますと、今回ガラッパ広場に対して小池広場を新たに追加したというところになっております。積算の根拠といたしましては、電気量、水道量と Wi-Fi 等の通信量、まあ、修繕、あと清掃と運営費、まあ、さらに利用料も見込みましてのトータルの金額として出させていただいたところでございます。新規でございますので、小池広場と、これまでの利用を勘案した上で宣伝、記事を出して、算したというところでございます。以上でございます。はい、委員長。南理事兼観光クルーズ振興課長。こんにちは。よろしくお願いいたします。私の方で出版します日名郷温泉センターの方についてですけども、こちらの方前回までは、農夫施設ということで、まあ、市が委託で払うのではなくて、収益の一部を八代市に納めていただくというような、まあ、指定管理を取っておりましたけども、前期の5年間ですね、指定管理いたしましてから5年間ずっと赤字という中で納付金を納めてきていただいておりましたので、積算の方をですね、積算の八代市が定めている積算の基準で積算いたしまして、納付金を納めていただける施設ではないという判断をいたしまして、今回から委託料を支払うというところで計算をしたところです。以上です。小堀東洋支所理事兼地域振興課長。東洋支所地域振興課小堀でございます。私の方からは、せせらぎと最適化の基準額の増加理由について説明させていただきます。今回の基準額は1262万2000円でございました。前回の基準額7690万円から比較しますと769万円から比較しますと493万2000円の増額となっております。主な増減理由といたしましては収入減による増が一番大きくて1006万4000円でございます。で、支出につきましては現在管理運営状況により従業員数及び配置の見直しを行ったことから人件費は739万3000円ほどの減となりましたけれども、施設管理費の方が燃料費の単価増や、また道の駅東洋管理運営に関わる経費増によりまして200万ほど増加したということで、前回より493万2000円ほど増加となったところでございます。以上でございます。はい、本村スポーツ振興課長。はい、八代市の体育施設8施設でございますけれども、前回の年間がですね、委託料が7170万飛んで778円でございました。で、今回の積算するにあたり前回と全く同じ内容ですね、前回と全く同じ内容で積算してした場合6984万2503円ということでですね、約186万5000円ぐらい削減をしております。全く同じ内容ならですね、ただこれまで、一般会計というか直接支払っていた部分がございまして、これが鏡の受付、そして Wi-Fi の通信費、そしてトレーニングアドバイザー、これは足しでですねトレーニングの事故がございまして、その3つを合わせて446万5497円ということで、これを加えて今回4
7430万トンで8000になったというようなところでございます。以上でございます。野崎、はい、分かりました。まあいろいろとですね、積算していただいて、まあ理由があってっていう話だったんで、まあ納得したところなんですけれども、またあの待機施設についてはだいぶご検討いただいたのかなっていうふうには思いました。あとですね、ちょっと2つちょっと思ったんですけれども、バンペイについてはあの今回公財会議な、前回の公財会議さんだったんですかっていうのがちょっと確認したかったのが、まあ、前回はその赤字で納付されてたんですよね。っていうのがずっと赤字で納付されてきたところじゃないところが今回取られたっていうことですよね。今回そこが前回の方が取られてるなら何の問題もないなっていうふうに思ったんですけど、赤字はこう埋められたところがそのままもう次は取られないっていう話で、今回次回から今度はもう公財会議さんの方には委託料を払うんだっていうのはちょっとなんかどうも腑に落ちないところがあったんですけれども、というのが一つと、あとせせらぎと最適感があの今回から非公募になってますよねっていう説明だったんですけれども、いろいろ説明されて、まあ、結局いろいろ指針とか方針とかがそういうふうに照らし合わせた時に非公募が合致するんだっていうような説明だったんですけど、どこら辺が合致するのかがちょっといまいち具体的に分かんないんですよ。なんでか、そこが2つ。はい、南理事兼観光クルーズ振興課長。はい、私の方からまず日南郡温泉センターの指定管理者が変わったことについて、ご説明させていただきます。前回の前回して今のですね、期間は指定管理を受けられてから、まあ、受けられるときに、社の提案として、毎年の金を取れますよということで、提案いただいて、まあ、それを、確実に、履行いただいたというところで毎年、納品を進めていただいたというところになっています。で今回、積算をいたしまして、もう納品をいただくのは難しいだろうというところでの、積算をしてですね、公募をいたしました。でその中で、現在指定管理いただいているところも同じく手を挙げていただいたところでございます。でこれはもう公募で、それぞれのですね、審査あ提案内容を審査させていただいてというところになりますので、審査結果に基づいて公財会さんの方が、提案内容を忘れていたというところでの今回の候補者ということになりますので、まあ、そこはちょっとこう制度上こうですね、提案いただいた中から審査して、選定するというところでの手続きを出すというところになります。小売東洋市場理事兼地域振興課長。はい、野崎に2つ目の質問の今回非公募とした理由の部分でございますが、公の施設の指定管理者制度に関する運用指針、これにおきまして、非公募でできる場合の一つに、施設の管理を行わせる目的で、市の出資により設立された法人等に管理を行わせる場合で、公募によらない合理的な理由があると認めるという、まあ、こういった規定がございます。で株式会社東洋地区ふるさと公社は、せせらぎ最適館の管理運営を行うため、旧東洋村で設立されまして、現在、八代市が引き継いでいる第三セクター法人で 100% を八代市が出資している法人というのが、まあ、一つの理由でございます。それと、合理的な理由として、次の3点がございます。一つが、高い地域貢献、二つ目に、施設の設置目的と組織の設置目的が合致していると。安定した管理運営であると、まあ、この辺が合理的な理由としたところなんですが、その今言いました3点ですね、理由としまして、まあ、まず高い地域貢献度でございますが、このふるさと公社は
地域住民で組織する宿泊民営と一体となった地元保護産品の販売や販売の拡大を行うなど、地元との連携と信頼関係のある地域に根ざした団体でございまして、今後も地域事業者に目を向けた運営が期待できる地域密着度の高い組織であるのが、2番目に申しました施設の設置目的と組織の設置目的が合致しているという部分でございますが、まあ、この各施設の設置目的が観光振興と交流人口の拡大でございまして、ふるさと公社の設置目的とも合致していると、安定した管理運営という部分、去年につきましてはサービス向上のための実習事業や管理経費の縮減など適切な管理運営に努めていることが評価できるといったところから、まあ、合理的な理由があるというふうに判断したところでございます。ありがとうございます。野崎委員。はい、わかりました。バンピングの方ですけれども、よくよく考えて赤字っていうのは、まあ、コロナの関係のでっていうような話なのか、でよかったですかね、違う赤字っていうのはもう本体自体の、まあ、収入減が、まあ、なかなか集客が難しかったっていう話なんですよね。で、たここにはあの補助金とかっていう、まあ、あの支援とか赤字出した時のコロナの支援とかっていうのがあったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、そこら辺どうですかね、赤字分に対して。はい、南理事兼観光クルーズ振興課長。はい、委員のおっしゃるとおり、もともと提案いただいたとき、自分あの自社でですね、提案いただいて、こんな運営ができるんだということで提案いただいた目標からすると、集客がそれだけ得られなかったというところで、毎年、自分のこの目標と出せたところで赤字というところになっています。そう、令和2年度につきましては、コロナの影響で、まあ、それ以上の赤字が出てますので、それにつきましては他の指定管理施設と同じように計算をいたしまして、その分は同じような基準で補填をさせていただいております。野崎。はい、わかりました。あとせせらぎの方なんですけど、最適化の方なんですけれども、まあ、いろいろと貢献度だったりとか、いろいろと話、まあ、なかなか内容精査されてから今回改めて非公募っていう話だったんですけど、であれば、まあ、そういったね、いろいろ考えはあるんですけど、前期の方からですね、そういうふうに最初からもやっとっていただければなっていうふうには思ってたんですよ、ね、今思ったんですけど、なんで一回募集したんかなっていうのがあってですね、まあ高いその地域貢献度とかいろいろあったんで、まあ、確かにそうだよねっていうような話に今納得したんですけど、それであれば、まあ、そういうところは、まあ最初から非公募でも別に問題ないんじゃないですかっていうような思いなんですけれども、まあ、今の意見で捉えていただければと思います。はい、よろしいですか。はい、はい、他にありませんか。以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いいたします。内容です。これより採決いたしますが、採決は議案ごとに行いますのでよろしくお願いいたします。なお採決は挙手により行いますが、挙手しない者は反対とみなします。まず議案第145号、八代高等職業訓練校に係る指定管理者の指定については、可決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本件は可決されました。次に議案第146号、八代市ガラッパ広場および八代市小池広場に係る指定管理者の指定については、可決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本件は可決されました。次に議案第147号、八代市日名温泉センターおよび東湯に係る指定管理者の指定については、可決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本件は可決されました。次に、議案第148号、八代市、産地形成促進施設
東洋交流センターせせらぎおよび八代市農林産物等直売施設最適化に係る指定管理者の指定については可決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め本件は可決されました。次に議案第149号八代市総合体育館八代市テニスコート八代市弓道場八代市球技場八代市民プール八代市民球場八代市立武道館および八代市相撲場に係る指定管理者の指定については可決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め本件は可決されました。執行はご退出願います。ありがとうございました。ありがとうございました。次に本委員会に付託となっている請願陳情はありませんが、郵送等にて届いております要望書についてはタブレット端末にてご確認願います。以上で付託されました案件の審査は全部終了いたしました。お諮りいたします。委員会報告書および委員長報告の作成については委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。次に、当委員会の所管事務調査2件を一括議題とし、調査を進めます。当委員会の所管事務調査は、産業・経済の振興に関する諸問題の調査、水道事業に関する諸問題の調査、以上の2件です。当委員会の所管事務調査について何かありませんか。はい、内容です。以上で所管事務調査2件についての調査を終了します。次に閉会中の継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。当委員会の所管事務調査2件についてはなお調査を要すると思いますので、引き続き閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。なし。ご異議なしと認め、そのように決しました。以上で本日の委員会の日程は全部終了いたしました。これをもって経済企業委員会を散会いたします。